夕凪は日本海軍の駆逐艦。官名の意味は夕方風のなぎたること。夕方に陸風と海風が交代するときにしばらく風がやみ波が静かになること。官名としては明治39年浸水した駆逐艦夕凪に続いて2代目。一等駆逐艦夕凪は日本海軍が大正時代に佐世保海軍交渉で建造した駆逐艦。 神風型駆逐艦の9番艦である。同型最終艦で、艦船名は1906年春行の初代、神風型駆逐艦、夕凪に次ぎ2隻目。春行時の艦名は、第17号駆逐艦で、1928年8月に夕凪と改名された。1936年6月から10月にかけては、第3航空船体として、 1937年1月から7月にかけては第12戦隊として南洋諸島の長期調査公開を行った。1941年12月8日の太平洋戦争開戦時、引き続き第6水雷戦隊機関の第29、駆逐隊に所属して南洋部隊の作戦に従事した。1942年3月10日、ラエサラモア空襲で中破。 内地で修理を行った。6月より戦線に復帰、7月に第6水雷戦隊が解体されると、第2海上護衛隊に所属したが、8月8日の第1次、ソロモン海戦では、第8艦隊の従順洋艦とともに、ガダルカナル島に突入した。その後、中部太平洋方面で護衛任務に従事した。 1943年3月から6月にかけて、佐世保海軍交渉で高速輸送艦仕様に改造される。この間に、第8艦隊に編入されていたユーナギは、7月初旬以降のニュージョージア島攻防戦や10月下旬以降のブーゲンビル島攻防戦20時、クラワンヤ戦、コロンバンガラ島沖海戦、コロンバンガラ島撤退作戦、ブーゲンビル島沖海戦などに参加。 適正空間下での強行輸送に奔走した。1944年1月から3月にかけて、佐世保海軍交渉で修理した後、3月10日から中部太平洋方面艦隊に所属した。松輸送などの船団護衛任務に従事した後、6月中旬のマリアナ沖海戦に参加した。同年8月、非71船団に参加する。 同戦団から分離後の8月25日、夕ナギは、ルソン島沖で、米戦水艦ピクーダの魚雷攻撃を受けて沈没した。1922年10月26日、佐世保鎮守府にあて、佐世保海軍交渉での一等駆逐艦一隻の建造が訓練された。 訓練時の予算は、対象11年度から同13年度の総額249万8662円だった。翌1923年に1月27日、佐世保海軍交渉建造の伊藤駆逐艦は、第17駆逐艦と命名された。同年9月1日、または9月17日に寄港し、1924年4月23日に、浸水、24日に、 第17号駆逐艦と解消した。1925年4月24日に竣工5月1日に第15号駆逐艦とともに第29駆逐隊を編成した。9月10日、第29駆逐隊は第2艦隊に編入した。12月25日に第13号駆逐艦が編入し、第11号駆逐艦と合わせ4隻体制となった。 1928年8月1日、番号表記の駆逐艦が同時に解消され、夕なぎと命名された。1933年11月15日、第29駆逐隊は第1艦隊所属となる。1935年11月15日、日本海軍は朝なぎと夕なぎで第28駆逐隊を新兵にした。1936年6月1日、 海軍は水上規模関心位と第28区地隊で第3航空戦隊を編成し6月28日から10月17日南洋で水上基地候補地の調査のためマリアナ諸島、カロリン諸島を公開した12月1日付で第3航空戦隊は第12戦隊に改編された1937年1月28日から7月10日 第12戦隊により、再び7ヶ月に及ぶ内容の調査を行った。同時期、六甲橋事件や第2次上海事変により、中国大陸情勢は緊迫の度合いを増す。8月27日、海軍は再び3隻で第3航空戦隊を編成した。10月20日、第3予備艦となり佐世保警備戦隊に編入した。 1940年11月上旬にかけて、浅賀際、函館港、夕賀際、第22駆逐隊と共に、佐世保、長崎港の防御を担当した。11月15日に、第28駆逐隊は、解体し、第29駆逐隊に編入される。中部太平洋を担務する第4艦隊例下の第6水雷戦隊に所属した。1941年前期、 第4艦隊は中部太平洋諸島での演習や訓練に従事し、トラック白地を拠点に行動しながら、第4航空戦隊や第6艦隊との共同訓練を実施した。1941年12月8日の太平洋戦争開戦時第29駆逐隊を含め、第6水雷戦隊は引き続き南洋部隊に所属しており、南洋部隊各部隊各艦とともに、 中部南東方面の太平洋作戦に従事した。海戦壁島第19戦隊司令官、島清秀少将が指揮するハウランド方面攻撃支援隊と共に、ヤルートを出撃、ギルバート諸島に向かった。マキン占領部隊と分離したユーナギと、サナギは10日午前0時に海軍陸戦隊をパラワ島に揚陸し、午前中に同等占領を宣言した。 二隻は沖の島などが占領した、マキン島に移動し、合流した。一方、第六水雷戦隊は、第一次ウェイク島攻略戦に失敗し、所属二隻を喪失した。29×2 小隊は六水戦に合流し、第二次ウェイク島攻略戦に参加した。1942年1月3日、第六水雷戦隊は、トラック島に帰島した。一月中旬、 第29駆逐隊は、南洋部隊所属の各部隊、各艦と共にラバウルとカビエンの攻略作戦に従事した。3月初旬、第6水雷戦隊は、ニューギニア島東部攻略及び攻略戦団の護衛を命じられ、大都サラモアを占領する。3月10日、米機動部隊艦西機は、揚陸作戦中の日本軍戦団と護衛艦,艦艇を襲撃する。 輸送船4隻が沈没し、機関夕張も損傷した。夕凪は直撃弾で機関部が損傷し、主刑家が全滅するなど、戦死29名、負傷者約40名の損害を受けた。応急修理の後、第6水雷戦隊はトラック白地に開港される。第29駆逐隊はトラックサイパンを経由して、佐世保へ戻り、修理と整備に入った。 5月25日、第23駆逐隊の解体に伴い、六月型駆逐艦ユズ月が、第29駆逐隊に編入され、第29駆逐隊は、定数4隻を回復した。6月1日、夕ナギは、整備を完了した。6月5日から20日まで、陸軍南海支隊用輸送船7隻の文字から、パラオまでの護衛20時。6月25日から28日までは、 モンテビデオ丸の護衛を行った。7月9日に南海市対応輸送船、両と山丸、両洋丸を護衛して、パラオからラバウルへ向かい、7月14日にラバウルに着いた。ミッドウェイ海戦の敗北後、日本軍は南洋の拠点強化に乗り出す。6月下旬以降、第6水雷戦隊はガダルカナル島などの飛行場設営を支援した。 7月10日をもって第6水雷戦隊は解体され、所属各部隊は第4艦隊0下の第2海上護衛隊に編入された。このうち第30駆逐隊は7月14日新編の第8艦隊に編入され、第2海上護衛隊として行動することはなかった。また、外南洋部隊の新編に伴い、南洋部隊は内南洋部隊と解消した。 六水戦解体後も、第29駆逐隊はしばらく、ソロモン諸島やニューギニア方面での航空基地設営作戦に従事した。1942年8月7日、早朝、米軍は、津ギ島とガダルカナル島に上陸し、南太平洋での本格的な反抗に転じた。急報を受けた外南洋部隊指揮官三河軍1、中将は、 従順町海と第六戦隊の従順4隻の計5隻で米洋陸部隊の撃滅を計画した。軽順天竜と夕張リ夕凪はたまたまラバウル在泊中で第18戦隊が参加を上進し、夕張りと夕ナギも艦隊に加わった。町海以下の艦船は同日午後2時半にラバウルを出撃、約2時間後に第六戦隊と交流士がダルカナル島に進撃した。 三河長官直卒の外南洋部隊は、連合軍の従順洋艦4隻を撃沈し、巡洋艦と駆逐艦複数隻に損傷を与えた。キロで従順加工を喪失したものの、勝利を収めた。8月11日夜、追い風というなぎとともに、ラバウルを出撃、13日にガダルカナル島、ヘンダーソン飛行場を砲撃し14日に帰島した。 8月24から25日の第2次、ソロモン海戦前後における外南洋部隊は、日本陸軍、一機主体を乗せた、輸送船団を間接支援するため、ソロモン諸島を危機行動する。夕ナギは、長海や第6戦隊などと行動を共にし、また8月19日からは、3体サベル地まれ方水蒸気基地の設営に、協力した。21日、 外南洋部隊は白津湯型駆逐艦航風とユウナギ、夕凪にガダルカナル島ルンガ白地へ侵入と襲撃を命じた。だが、波浪のため夕凪は、速力22ノット以上を出すことができず、航風のみでの突撃となった。航風はルンガ白地で駆逐艦ブルーを撃沈している。夕凪は引き上げてきた航風と合流し、ショートランド白地に移動した。 第2次ソロモン海戦当日のユ凪ナギは、外南洋部隊の従順洋艦軍と行動を共にし、輸送船団の支援を行った。ユ凪ナギは8月下旬まで、ソロモン諸島方面で行動し、9月上旬からは、ナウル島、オーシャン島攻略作戦に従事した。以降は、中部太平洋の輸送ルートを守る、第2海上護衛隊の各艦と共に活動、ソロモン諸島、 マーシャル諸島などで護衛任務に従事した。10月中旬、マーロン・エスティスデール少将が指揮する従順洋艦ポートランドと軽順洋艦フ不安は南太平洋を南下していた。ポートランドは短艦で10月15日にタラワ島へ到達し、タラワ在白及び近海の日本軍艦船やタラワ守備隊に対して艦砲射撃を行う。 また関西域の総区シーがある水上観測機で空襲を観光した。当初、筑子はポートランドを大和型戦艦武蔵と思っていたという。夕ナギも当初は戦艦と報告している。ポートランドは約30分間にわたり砲撃を観光する。日本側各艦に若干の損害があったが、決定的な被害はなく、ポートランドは日本軍の空襲を懸念して去っていった。 翌日、米巡洋艦は、艦指定2隻を撃沈し、ソロモン諸島へ向かった。この砲撃により、タラワの横六徳は収容中の民間人3名と、捕虜19名を処刑してしまった。10月26日、第4艦隊司令長官は、井上成美中将から鮫島郡重中将に交代した。11月中旬、鮫島長官は、 練習巡洋艦鹿島に乗艦し、マーシャル軍島を視察することにした。夕凪と浅凪は鹿島を護衛して中部太平洋諸島を視察する。途中で浅凪がマーシャル方面に残り、鹿島と夕凪は12月2日トラックに帰島した。以後の夕凪は再び第2海上護衛隊として護衛任務に就いた。1943年3月18日に、 ユ凪ナギは、佐世保に戻り、一部の機関や手法、魚雷を撤去して、対空火力を増設し、甲板に大発動艇2機を搭載するなどの改修工事を行った。4月1日、日本海軍は、戦時編成の改定を行う。第29駆逐隊が解体され、ユ凪ナギは再び南東方面を担当する第8、艦隊に編入された。 回収を終えたユーナギは6月11日にサセボを出撃してラバウルに進出する。6月下旬以降、第8艦隊機下のムツキ型、神風型駆逐艦は交代でコロンバンガラ島輸送に従事した。連合軍は6月30日にレンドバ島に上陸を開始、ニュージョージア島の戦いが始まった。日本軍は揚陸、補給部隊の撃滅を計画し、 7月1日の第1次突入作戦では、第3水雷戦隊小族の駆逐艦複数隻が先行、第3水雷戦隊司令官、秋山照少将正直卒の駆逐艦4隻として、ラバウルを出撃。7月1日未明に連ド場、島周辺を捜索したが快適しなかった。7月2日の第2次作戦では、陽動隊として、部員を出撃。 快適せず3日朝に帰島した。連合軍の連土場島とニュージョージア島進行に、伴いコロンバンガラ島の日本陸軍への輸送が急務となった。第1回輸送隊を第22駆逐隊司令、金岡国造大佐指揮下の駆逐艦4隻で編成、4日、夕刻に部員を出撃した。同日深夜、クラワンでニュージョージア島の日本軍放と交戦中の 米艦隊を発見、輸送を中止して、両艦とともに魚雷を発射した。米駆逐艦ストロングに魚雷が命中し、ストロングは陸上からの砲撃も受けて沈没した。輸送隊はいつか朝、部員に戻った。この頃、軽巡洋艦夕張りが、機雷により損傷したので、第三水雷戦隊司令官秋山照夫少将は引き続き、秋月型駆逐艦新月に三水船の正気を、 掲げた。夕張は内地に戻って、修理を余儀なくされ、ラバウルに再進出したのは11月3日であった。続く7月5日、警戒部隊、輸送隊という編成で、コロンバンガラ島へ出撃予定であったが、夕なぎは出撃しなかった。迎撃に出てきた、米艦隊との間で、夜間水上戦闘になり、新月と長月が沈没する。新月沈没時に、 外南洋部隊造園部隊指揮官、秋山照夫少将が戦死して、第三水雷戦隊司令部は全滅した。後任の三水戦司令官は、伊住院松次大佐となったが、新司令官到着まで、町会館長、有賀工作大佐が、臨時に造園部隊の指揮を取り、また新司令部の準備が整うまで、第二水雷戦隊司令官、伊崎俊二少将が、造園部隊を指揮する。 輸送隊の護衛が強化され、外南洋部隊指揮官は、気化水上部隊の全力で輸送と敵艦隊撃滅を試みた。7月9日、遊国、入場時や方面、第22駆逐隊司令指揮下の輸送部隊として部員を出撃する。連合軍艦隊とは快適せず、輸送部隊はコロンバンガラ島に成功、全部隊は部員に帰投した。7月12日、 本艦は輸送隊としてコロンバンガラ島へ出撃し、これを増援部隊指揮官指揮下の警戒隊が護衛した。12日深夜、日本軍輸送隊はエーンスワース少将の米艦隊と遭遇し、夜間水上戦闘になる。この間に輸送隊は13日0時過ぎに揚陸を開始、約1時間で全輸送に成功した。日本艦隊は同日部員に帰闘したが、 人数が沈没して、第二水雷戦隊司令官、伊崎俊治少将は、戦死、に推薦司令部は全滅した。夕凪は18日の輸送作戦でも輸送隊に編入されていたが、同日の部員空襲で損傷したため同行しなかった。同日夜、警戒、輸送隊は、クラワンで夜間空襲を受け、従順熊野が大破、新破と夕暮れが沈没するなど、 一方的な損害を受けた。7月20日、日本海軍は第4水雷戦隊を解体して第2水雷戦隊に編入し、4水戦司令官、高間干渉省を第2水雷戦隊司令官に任命した。夕凪はラバウルで応急修理した後、30日に、水月と共に輸送船白山丸、国川丸を護衛して、出発、8月2日に、 トラック白地に到着。サイパンを経由して内地に帰島した。修理を終えたユーナギは9月21日に佐世保を出撃する。サイパン、トラック白地を経由して29日ラバウルに戻った。10月初頭、コロンバンガラ島からの撤退作戦に参加したが、昇風とユーナギは故障のため途中で引き返している。10月6から7日のベララベラ島撤退作戦では、 警戒部隊及び第22駆逐隊司令指揮下の輸送部隊という編成で出撃する。作戦中に米軍水雷戦隊の間で夜間水上戦闘になった。その後も夕凪は第3水雷戦隊や応援部隊の各艦と共に最前線の輸送任務に従事した。11月1日に米軍がブーゲンビル島に上陸し、ラバウル在白の 第5戦隊を中心に逆上陸作戦が計画された。本艦は第11駆逐隊司令山城勝森大佐が指揮する輸送隊として作戦に従事する。だが陸戦隊の登場に手間取り、作戦が2時間遅れたため、夕凪の最大戦速26ノットでは遅れを回復する見込みがなく逆上陸は中止された。 武蔵島に向かった、水月以外の輸送隊は、ラバウルに帰島した。11月5日、米軍機動部隊は、ラバウルに空襲を観光、従順アタゴやマヤなど、多数の艦艇が損害を受けた。ちょうどこの時、艦長予定の駆逐艦持月が沈没したため、海軍陸戦隊に赴任していた、岩渕五郎少佐が夕凪駆逐艦,艦長として着任した。 全民の古川少佐が病気で倒れたためだったという。日本軍は逆上陸作戦への望みを捨てておらず、11月6日に第31駆逐隊司令、香川隅と大佐指揮下の停戦輸送部隊としてラバウルを出撃する。支援部隊や航空部隊の援護を受け、7日午前0時過ぎに太郎機内に到着、陸軍部隊を揚陸し、同日午前にラバウルに帰投した。 さきのブーゲンビル島沖海戦で、軽巡洋艦川内が沈没し、第三水雷戦隊司令官伊集院松次少将は、軽巡夕張に正気を掲げた。11月11日の第二次ラバウル空襲により、在泊中の水雷戦隊も、駆逐艦鈴波が沈没、軽巡アガノと駆逐艦長波が大破するなど、大損害を受け、第二水雷戦隊と第十戦隊は、 トラック白地に撤収した。第三水雷戦隊は残存兵力でニューブリテン島への夜間輸送を実施、空襲に悩まされながらも任務を遂行した。長25日にセントジョージ岬沖海戦で第三水雷戦隊の残存三隻が一挙に沈没した。ブーゲンウィル島方面への駆逐艦輸送作戦は中断された。12月上旬は 夜間輸送の難しい月明記であったため損傷艦はトラック白地に交代し、第三水雷戦隊司令部は陸上に移動、ラバウルに残った水上艦は3隻であった。12月11月、夕凪はラバウルで座礁した。13日にも戦団救援園中にニューアイルランド島カビエン沖で座礁し、B-24 爆撃機の爆弾一発が、 命中するが不発で難を逃れた。14日に、水なずきの栄光で離勝し、同日深夜に、ラバウルに戻った。16日、第3水雷戦隊司令官は、伊住院松次少将から中川博少将に、交代した。ニューブリ天島周辺への駆逐艦輸送作戦が、再開され、応急修理を終えた夕なぎも加わる。しかし十八日に、機関故障を起こし、 速力が22ノットまで低下した。29日、特設運送船成長丸を第22総海底と共に護衛し、カビエン経由でトラックに向かった。1944年1月1日夜、米潜水管バラオの来撃により、清澄丸が大破した。夕凪と総海底では栄光できず、軽順中特築艦谷風、軽順大淀特築艦。 秋月などが、救難に協力し、成長丸はトラックに入港した。1月中旬、慶順ながらは、ラバウル空襲で大破した遊雲型駆逐艦長波を栄光して内地に戻ることになり、駆逐艦二隻は両岸を護衛した。日本近海で、呉に向かうながらと長波を分離し、夕凪と宇月は、佐世保に帰島した。夕凪は、機関などの修理に入った。 1944年3月10日、外南洋部隊襲撃部隊は解消され、所属していた第3水雷戦隊及び駆逐艦3隻は中部太平洋方面部隊に編入された。夕凪は松輸送に動員され、海上護衛像司令部の指揮下に入った。軽巡洋艦立田、駆逐艦、解剖艦平戸、不設艇、第20号総会艇と共に、 サイパングアム方面へ向かう東松2号船団の船舶12隻の護衛に着いた。3月13日、立タ田タと輸送船国高丸が米潜水艦サンドラスの来撃で沈没した。船団は19日にサイパンに到着し、4隻はトラック島に向かった。4月15日、夕ナギは東松6号船団に参加する。第7護衛船団司令官。 松山工事少将の指揮下、駆逐艦、解剖艦、苦戦艇、総海艇、不設艇と共に船舶18隻を護衛し、東京湾を出撃する。グアム行、小笠原行船団を分離し、残る船団は無事23日朝にサイパンに到着した。その後も、ユーナギは各方面への輸送船団を護衛した。5月1日、ユーナギは、 トラック島空襲で沈んだムツキ型駆逐艦付付の代艦として第22駆逐隊に編入され、胴体は駆逐艦三隻となった。5月3日、連合艦隊は新たな軍隊区分を発令、連合艦隊司令長官、豊田総務大将時期卒の主体が編成された。5月20日発令の兵力部署でも引き続き主体に所属した。27日、夕凪は、 中部太平洋方面部隊への復帰とサイパン進出を命じられた。6月6日、夕なぎは補給部隊の護衛としてサセボを執行した。6月15日、米軍はサイパン島に上陸を開始した。アゴー作戦が発動され、第一機動艦隊補給部隊の護衛としてマリアナ沖海戦に参加した。18日0700、内地から来た給油観測級。 駆逐艦が補給船団に合同する。この時の夕凪は、軽巡洋艦ナトリと共に行動していたと見られ、1500に補給部隊と合流すると、ナトリ艦長が補給部隊の指揮を取った。19日、ナトリは補給部隊から分離し、マニラに向かった。6月20日における、機動部隊補給部隊の編成は、駆逐艦、輸送船であった。同日、補給部隊は、 マリアナ沖で米機動部隊の空襲を受け、大破した新洋丸と原洋丸が処分された。海戦に敗れ、補給部隊は23日にネグロス島バコロド、ユーナギは24日に対岸のギマラスに到着した。第2補給部隊と第3補給部隊は内海西部に開港され、他の輸送船はフィリピン方面に残った。七月十日、駆逐艦三隻は、 タンカー2隻を護衛して、マニラを、出港、17日に、クリエキ等した。8月上旬、夕鳴ぎは、非71戦乱に配属される。空母大高、駆逐艦2隻、解剖艦5隻とともに、即9以下20隻の戦乱を護衛し、8日に、文字を出港した。台湾、マコウで戦乱と護衛の編成を変更し、 護衛艦護石を追加して17日に出港した。18日早朝、A 広島ルが米潜水艦レッドフィッシュの来撃を受けて損傷する。夕凪と朝風は A 広島ルを護衛して台湾高雄市に向かった。公開中の20日、第22駆逐隊が解体されて夕凪は第30駆逐隊に編入され、同駆逐隊は5隻となった。また、 サイパン島地上戦で第三水雷戦隊司令部が玉砕したため、日本海軍は、軽巡洋艦伊スズ、三水船残存駆逐艦、松形駆逐艦、解剖艦複数隻で連合艦隊の霊下に第三十一戦隊を新編した。第三十駆逐隊も第三十一戦隊に所属した。21日朝、 夕凪と、朝風は、タンカー第二発行丸と二葉丸を護衛し、高尾を出港する。22日、ルソン島バサ連湾で、第二発行丸が、米潜水艦、スペードフィッシュの雷撃で座礁したため、朝風と二葉丸が分離し、夕凪が警戒に当たった。同日、朝風は、米潜水艦発動の雷撃で大破。その後、沈没した。25日朝、 ユーナギは、第2発港丸の救援に到着した、陸軍輸送船限界丸、第25号解剖艦と交代し、両艦船が同行していた船団に合流した。直後の10時22分、米船水艦ピクーダの来撃により、三森丸が、ひかみなりして沈没する。対戦攻撃を行うユーナギを、ピクーダが、再び攻撃する。左艦環境後部付近に魚雷が命中して艦室が、 爆発し、夕泣きは10時35分に沈没した。沈没地点記録北緯18度42分統計120度49分、北緯18.700度統計120.817度、18.700120.817。乗員約40名が戦死、救助後に体調が悪化し、最終的に約70名が戦死したという。10月10日、 駆逐艦席から除籍された。客中ない限り、艦長たちの軍艦士二百四十七から二百四十八ページによる。山田貞夫少佐。千九百二十四年十二月一日から千九百二十五年二月九日。山田貞夫少佐。千九百二十五年二月九日から千九百二十六年十一月十五日。小賀の徳一中佐。 1926年12月1日から1927年12月1日、藤田るい、太郎少佐、1927年12月1日から1928年12月10日へん、次郎少佐、1928年12月10日から1929年11月1日、高橋一松少佐。 1929年11月1日から1931年12月1日、伊崎俊治中佐。1931年12月1日から1932年9月15日、小西金目章佐。1932年9月15日から1933年3月15日、佐藤虎次郎章佐。 1933年3月15日から1933年4月1日、吉村新部少佐。1933年4月1日から1934年11月1日、原ため市少佐。1934年11月1日から1935年11月15日3、熊和義人、少佐。 1935年11月15日から1936年12月1日、大葉様東少佐。1936年12月1日から1938年2月28日、本ンダマサルグマ商作。1938年2月28日から1938年6月1日、鈴木多摩津厚少佐。 1938年6月1日から1938年11月10日、岩橋徹賞作。1938年11月10日から1939年12月1日、田中忠正賞作。1939年12月1日から1940年9月25日、山下正夫賞作。 1940年9月30日から1942年4月15日、岡田聖一大尉、1942年4月15日から1943年5月23日、鹿島正則少佐、1943年5月23日から1943年10月20日、古川亀夫少佐。 1943年10月20日から1943年11月5日、岩渕五郎少佐。1943年11月5日から1944年9月1日。ありがとうございます。